はい、皆さんこんにちは、キラキラ USA です。今日は、私のスペシャルゲストがはるばる遊びに来てくれてます。こんにちはババアの友達、ババア2号の娘の、ケイリーでーす。ケイリーでーす。娘でーす。ケイリーちゃんは10歳、ね、で、弟がいるんだけど、あっち頭見えてるんだけど、今ゲームやってるカイ君が、7歳。ことたちは今学校行ってます。で、今日はここのお家はね、パパがアメリカ人だから、国際結婚アメリカ人旦那あるあるみたいなのをちょっと聞いてみたいと思います。で、そのパパも私知ってて、学生の時代から付き合ってた人で、で結婚してるから、私も何回も会ったことあるとか、何十回も何百回も会ったことあるんだけど、そうそう、典型的なアメリカ人のね、白人のパパです。そうで、アメリカ人旦那にもこう2種類いて、その日本文化がもうとにかく日本が好きで、日本の奥さんと結婚したくて結婚してる人と、あと全然別に日本の文化とか興味あるわけじゃなくて、たまたまこう好きになって結婚したっていうパターンがあって、でこっちの旦那さんは、後者の方、別に日本の文化にすごい興味があったわけじゃなくて、そうですね、たまたま知り合って、って感じで、だから日本語も全然喋れません。そうそうそう、全然、全くね、それに関しては興味はないの、だから日本文化が好きな旦那さんあるあるとはまた違うんだけど、生粋なアメリカ人旦那あるあるって感じだね。そうだ ね、ということでちょっと聞いてみたいと思います。旦那さん、うちの旦那さんはとりあえずでかいですね。でかいですね。背も高いし、横幅もあるし、かなりそうだね、でかいね、だから日本に行ったら目立つ、そうだね、電車なんか乗ると頭が飛び出るそうだね、人混みの中でもニョキって出てきちゃう感じだね。妹が高校生の時に高校に行ったら、もう芸能人扱いはされちゃいましたそうだよね、集まってくるよ ね、特に田舎の方の地方の方に行くとね、それこそ20年ぐらい前だもんね、もっと前か、もっと前だ ね、外国人時代が結構日本でまだそんなにいっぱいいなかったから、しかも田舎の方だとさ、そう、日本に行った時はやっぱりトイレ、和式のトイレには入れない、びっくりしたね。使い方が全くわからないし、しゃがめない、なんていうの、スクワットみたいなのはできないから、しゃがむ体勢取れないよね。取れないね、アメリカ人の男の人はね、そう、みんななんか硬いよね。硬いのね、すごい足腰硬くて、しゃがんだらこうやって後ろにゴロンってひっくり返っちゃうみたいな、ね、だから和式のトイレなんかは絶対行ってうんちはできない。そうだね。そうだよね。しかダメ。確かに。お風呂は？温泉系は行けた？あ、温泉はもちろん行ってないね。裸になるのは嫌。ね、NG だよね。絶対人前で裸になるのも嫌だし、人のあそこ見るのも嫌で、キモって感じだよね。そうだね。お座敷とか正座とかは絶対できない。正座もだし。うちの旦那さんはでかいから、なんかあぐらもかけないね。やっぱ床に座るのは無理。家でも床には絶対座らない。家では絶対座らないな。床なんかな。家で靴履いてるっけ、彼。靴履く。家では私たちが脱いでても、パパだけは靴でどんどん履いてくるね。朝起きた時からも靴履いて出てくるの？いや、朝はないけど、スリッパみたいなの。そうだね、出かける時に履いたら、それからずっと履いてるって感じ彼も他の人も結構そうだけど、ずっとキャップかぶってるよね。ああ、かぶってるね。家の中でもさ、なんか一回かぶったらずっと脱がないよね。そうだね、なんかちょっとこうやって直すぐらい緩める、でもなんかこう、ね、そうだよ、そうそうそう。何？あ、サングラス。サングラスもここ？そこ私、お出かけは絶対かけてるね。そうだね、出かけるとき絶対かけるね。やっぱ眩しいらしい。サングラスちょっとダメになったら、やっぱりもうすぐ買いに行かないとかね。食べ物系はなんか家の中で
私あの D って呼ぶね。D。私あの D? ミス D。マダム D。なんだろう。D おばさんでいいや。D ばばに。D ばば日本食じゃん。基本ね。そういうのは大丈夫。米はそこまで好きじゃないから。3食米だったらもちろん嫌だし、うんうん、主食はないよね。そうだね、丼みたいにしても、うん、ご飯ちょろのおかず1杯みたいな、8-2でおかずだよね。まあそうだね。パンが主食ってわけでもないんだよね、こっちの人ってね。朝パン食べるけど、おかずとパンって食べ方別にするわけじゃないよね。しない ねレストラン行ったら前菜みたいな感じでパンバーって出てくるじゃん、うんうん、食べて、おかず出てくるじゃん、うん、そうだね。一緒に合わせて食べるって感じではないよね。ないね。とにかく、バーベキュー好きだよね。バーベキュー好きだ ね何かっつったらバーベキュー焼いてくれるよ ねなんかパーティーしようって言ったらバーベキューになるよ ね張り切ってバーベキューの用意すぐするよね、うん、でもそこは楽だけど、ね、うんうんうん、なんかもうバーベキューはパパの料理なの。アメリカではママは一切別に手出ししないって感じだよね。そうだね、うん、やってもらうね。ね。なんかどこんちもね、うん、パパはちょっとパパがバーベキュー、うんうん、って感じだよね。そうだね。これね見てる。これ見てる。カンペがあるから。一生懸命考えて書いたから。そう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 。取り上げられるから。日本食はまあそこでもないけど、うん、チャイニーズ、うん、中華料理みたいなの食べに行った時に、うん、そこにもお醤油バーって入れて、なんなら白いご飯にお醤油かけて食べる。あ、食べる ね子供とかでもいるんで。そうだね、アメリカ人の子供とかでもあの味がないご飯が食べられないんだよね。そうだね。醤油バーってかけて混ぜて食べてるよね。お好み焼きのことパンケーキって呼ぶ。あ、まあ私が呼んじゃったかも。そうだ、キャベジパンケーキ言ってるかも。ね、結構みんな、でもみんな結構そうやって呼ぶよね。あのペッタンって言うのを焼いたのジャパニーズパンケーキみたいな。これはパパあるあるか外人あるあるだと思うんだけど、お寿司とかでも醤油ドップンドップンだね。わさびかなの、ね、そうそうそう、わさびもエキストラエキストラってめっちゃ頼んでくる。ガリもね、ガリ、味噌、ジンジャー、エキストラジンジャープリーズって何十回も言われるよね。寿司屋で働いてると、どうやって食べるのかなって思ったらカリフォルニアの上に乗せて食べるとか。そうだね。シャワーは絶対朝。あ、シャワーは朝だね。朝だよね。あ、で聞こうと思ってたんだけど、あのディオドラントってつける？日本の男の人はつけてるイメージないよね。え、とかアメリカ人つけてると思う。こっちの人つける？うん、うん、絶対つけてると思う、うんうん、みんななんかオールドスパイスとか言う、うん、渋みんなっていう。足臭くなんない？あのずっと靴履いてるじゃん。臭い、めちゃめちゃ臭い。靴下とかすごいカピカピになる。それはいいんだ、気にしないんだ。本人は ここは気にするけどこっちは気にしないんだ。いや、だからパウダーとか入れてるよ。あ、そういうのあんの？ある。へー。だから靴を脱いで床歩かれると、うん、あのお化けが見たら。子供と一緒に絶対お風呂入んないね、アメリカ人。それは旦那だけじゃなくてママもパパもだけどね。そう、あ、そっか、ね、あ、そうだね、入らないね、うん、湯船にお湯ためないもんね。そうそうそう、ためないから、あ、お願いねとはできないよね。そうだね、うん、だからほとんど一人のシャワーばっかりかな。そうだね、自分がほら子供の目の前で素っ裸で着替えるとかそういうことは絶対ないよね。あ、それはないね、しないね。で、隠れて、隠れてっていうか、まあ、シャワー終わってお風呂の中で着替えてる。たまに見える時ある。でもすっぽんぽん見えるわけじゃないでしょ。うん、そうだね。ちゃんとタオルでこうギュッてしてるのとお尻ちょっと、うん、でタオルパラって落ちたのにね。Oh my god。 お風呂も入らないし、うん、子供とは一緒に寝ないね。あ、そうだね、うん、そのお母さん、お父さん、まあ、子供真ん中っていう川の字っていうのはありえないね。ないね、うん。ご夫婦アメリカ人だったら結構完全に割り切ってる家多いよね、うん、子供部屋で子供、大人部屋で大人っていう ね家でのさ、会話、言葉
まあ、パパは英語しか喋んないじゃん。そういう時のなんつうの言葉の弊害みたいなのある、うん、子供とこう日本語でベラベラ喋ってるとわからないから嫌な感じはしてるね。好きではないね。ケイリがちっちゃい時は日本語ばっかりで喋ってたら英語わからなくなるって言われたけど、心配しちゃったんだ。大きくなったらもう英語ばっかりになっちゃうもんね。そうだね。だから大丈夫って言ってたんだけど、うん、でも確かにちょっと疎外感がね、自分だけわからないからね、まあ、ね、何喋ってんのってなるばっていうね、なるかもね。あの、メンスするの大丈夫？メンは、うん、やっぱ音を聞くの嫌がる。まあ言わないけどそんなに、うんうんうん、だからこっちもまあ遠慮してそんなにズルズルはしないけど、うんうん、彼自体はやっぱ上手でできないね、進めないよね。パクパク食べるよねそうだねあと貯金しない、ね、貯金しない。そう、アメリカ人だ、旦那というか、まあ、アメリカ人全般として、うん、将来のための貯金とかいうのがなくて、うん、それを逆に投資、うんうんうん、土地に投資とか株買ったり、うんうんうん、日本でいうとこの投資信託入れたりね。そうだね、うん、喧嘩とかした時言葉の壁ある？あるね。彼女は もちろんアメリカ人旦那だし、アメリカ長いから私なんかより全然英語は上手、しゃべれるペラペラ喋れるけど、怒ると舞い上がる部分もあるから、うんうん、だから 100% 英語では伝えにくいし、うん、向こうも私の英語何言ってんのこいつって思われてると思うしめっちゃ怒ってる時はもう最後は日本語でもういいわみたいな感じでバターンってどっか行くとんって行くね。このニュアンスこう言いたいけどこっちこんな風に伝わっちゃったみたいな時あるよね。うそうじゃないそうじゃないみたいな。そういう意味じゃないハーフの子供あるあるみたいなのある？日本で育ったハーフとまた全然環境が違って、日本だとこうハーフあるあるって結構盛り上がるんだろうけど、アメリカってハーフだらけミックスだらけだから珍しい存在じゃないんだよね。そうだね。食べ物は、うん、やっぱり日本人、うん、半分日本人入ってるから、うん、っていうか、うん、納豆は食べてくれるね、うん、全然食べれるよね好きだよね、うん、好きな食べ物は？好きカレーと、うん、お寿司と、うん、餃子と、うんうん、お箸も上手に、うん、全然あの日本の子供と同じぐらいのレベルで使えるもんね。使えるね。英語の周りの日本語、日本語は可愛いね。ね、喋ると可愛いよね。可愛いね。で、特に私は大阪だから、うん、大阪弁なまりの英語、うん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 、英語なまりの大阪弁。ああ、そうだね、うん、英語なまりの大阪弁が、うん、このほらこういうハーフの子が喋ってるとやっぱ可愛いんだよね、うん、やっぱ私も日本語でバーって子供たちに怒っても、うんうん、ケイリは分かってるけど弟のカイ君はなんかちょっとボッカーンっていう時は響かないよね。響いてないね、通じてないねって言ってまた私もそれを英語で怒り直さなきゃいけないみたいなという感じで、こんな感じで、アメリカ人旦那さんあるある、ハーフあるある、あくまでもここのお家のね、そう個人の話でちょっと聞いてみました、うん、はい、またうちとは全然違うあの家族のあり方みたいな感じで紹介してもらって、私も興味深かったです、うん、ありがとうございました、はい、質問あればお願いします突然調子に乗り出したそれでは皆さんごきげんよう、またね、またね、バイバイ